皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら新井選手ピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけで新井選手はイチローセレクションですねで登場しているんですけど、自分はね、90連でね獲得できましたというところで、90連で確定外から1枚いってましたかね。 TS の選手がねで、まあ累計も終わらせて5枚ねセレクトミキサーして取ってきましたという感じです。まあ本当にここ90連で終われてよかったですね。別に広島純正無課金っていうわけじゃないんですけど、まあ課金せず取れたというところでした。まあ能力見ていきましょう。弾道ラインドライブ、ミート78、パワー83、走力65というところです。でまあ、守備適性が55の D というとこですね。まあ、ファースト周りかな、58の D という感じですね。捕球40、スローイング27、肩甲63と、スローイング27。で、また、特能力が超広角打法、ラインドライブ対左投手というところで、ここね、もともと連発やったかなというところですけど、なんか最近多い気がする、なんかもう一人くらいいた気がしますね、連発が対左投手とかになった人が。まあ個人的には連発の方がロマンあっていいのかなっていうところですけど、まあまあまあ対左投手は自分あんまり上げてないので、まあなんだかなっていうところですけど、まあまあいいでしょうと。本当にね、広島版新井さん使うの楽しみだったので今回ピックアップして紹介していきます。落選いきましょう。どうぞ。さあ、新井選手1打席目というところですね。めっちゃ使いたかった。阪神版はね使ったことあるんですけど、阪神純正でね、広島はまあ広角あるなしですね、超広角ですしね、しかも、まあ、そこの差はね割とでかいのかなというところですね。まあ、なくてもね全然ラインドライブなんでね、でステータスめっちゃ高いというところでね、強くはあるんですけど、まあ、ちょっとそこら辺ね塩化の違い見ていけたらなというところですね。うわっ、えくいやーこれですね、いやー一発目から打てるとは思ってなかった。はい、では2試合目ですね。新井さん行きましょう。甲子園と上がんなかったですね。さあ新井さん2打席目、超広角ラインドライブといいっすね。ちょっと打ちたくないよねもう早い。さっきはサードライナーでしたね。うわっ、ヘック、いや届くと強いねいやー、まあ、なかなか見ないですけどね、甲子園宇宙か。さあ新井さん、特のデズと、まあまあまあ行きましょう。じゃあ、さあ新井さん、特のデズと止めちゃいましょう。延長ですね。期待しましょう。はい、ナイス。さあ、特能デズ。まあ、さっきホームラン打ってるんで、もう一本打ちましょう。そうですね。そのあたりが。うわ、抜ける。今のも詰まってますけどね。いや、まあ、ラインドライブ強いと。新井さん、特能デズと。78、77。これを、うわ、エグ良すぎる召喚、やばい。さあ新井さん、ラインドライブだけか。まあまあまあ、引っ張り警戒。うわー、開けたかったな。さあ新井さん、広角だけといけましょう。マジ、あーでも、なんか上がりすぎたかなと思ったんですけど、フェンスまで飛んでくれるといいね。さあ、特能デズ、マジ、そうですね。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。下手くそだ。うわ、エキナイスすぎる。いや、めっちゃ打ちますね、新井さん。やばい。さあ、新井さん、超広角ラインドライブと。いや、それはびっくりするわ。うわ、もったいない。さあ新井さん、超広角ラインドライブいきましょう。やり警戒、スプリットもある、強いね。まあ正面か、上げたかったですね。さあ新井さん、広角ですとまあまあいいでしょう。
ナイスポテ。さあ、新井さんと徳野です。さあ、フルカウントだ。多いけど、ちょうど警戒でしたね。新井さん、徳野。デーズと。惜しいなぁ。まあ、分かんなかったですね。さあ、ライスさん、降格、いいね。今のは、なかなか打ち損じてますけどね。打球早く手抜けてくれたと、ナイス。さあ、ライスさん、降格。ラインドライブと。うん、ボールか、マジ？さあ、ライさん、広角ラインドライブ出ました。行きましょう。いやー、さすが、強い、強すぎる。さあ、ライさん、広角出ましたと。ただタイピン出てますと。ん？すごいとこ投げますね。まあ、はいよ。レフト前かなと思ったら全然抜けていきましたね。さあ、新井さん、降格出ました。行きましょう。まず何を投げてくるか。うん、ランナー動きませんね。うわ、早い。降格なかったらセカンドゴロですよ、今のも。強いっすね。はい、では新井選手どうでしたかね。えぐいっすね、めっちゃ打ってくれましたと。まあ、本当に、いや、びっくりしたわ。うん、別格ですね。なんか普通に広島前線の中でも一番かなと。うん、ボーダー見渡しても、まあ割と降格ラインドライブいますけど、まあ、こんだけステータス、もともとパワーとかも高くてね、本当に使用感、坂倉選手とか比べても別格なのかなと。右バッターが個人的に好きっていうところもあるかもしれないですね。うん、本当に強かったです。また今後も使っていくんじゃないかなというふうに思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。では、伊豆でした。